はい、私どもにいただきます、シニアの役員様方の、年金に関するご相談で、ご相談いただく方でですね、特に多いのが、まあ、65歳直前の方なんですよね。で、65歳になると、まあ、全国民共通の老齢基礎年金がもらえるということと、それから厚生年金ですね、老齢厚生年金の方は、いわゆる在職老齢年金の仕組みでですね、28万円という厳しい数字がですね、65歳以降は46万円という比較的甘めの数字でもって、年金と報酬との調整の計算がされますもので、中にその一部だけね、老齢厚生年金が出るという方がいらっしゃるわけです。あとはその厚生年金の方でも差額加算と言われる部分はですね、老齢基礎年金と同様で、報酬との調整の仕組みがないもので、その部分も若干もらっていただけるんですね。そういったことで、どうもお話を聞いてますとね、経営者は65歳からは年金がもらえるようになるらしいという情報をね、聞かれているみたいなんですよね。で、60歳代前半は支給開始年齢になっていても、結局その経営者であったら、報酬が一定以上であったら、年金は全くもらえないと、60歳代前半の老齢厚生年金はもらえないというふうに思い込まれている方が多いんです。ですから、全然全くね、もらえないと思い込んでいて、で、65になる直前に、これからはもらえるかなということで、ご相談いただくことが多いわけです。ただ、私どもでご案内してます、役員報酬最適化と言いますのは、役員さんの役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないでもらっていただけるという手法なんですけれども、これは必ずしも65歳以降でないと使えないという方法ではありません。60歳代前半の在職老齢年金の場合も、やはり同じように使えますのでね。ただ65歳以降と違いまして、60歳代前半では役員報酬最適化を活用したとして、しても、しましても、全額ね、年金を受け取るってことはできないです。ただかなりの部分、7割方ぐらいですかね、受けることは理論的には可能ですのでね。で、実際受け取られる方もいらっしゃいます。ご関心がございましたらお問い合わせください。